久保さん。今日ですね、ある方を、今日、コンサル2件入ってるんですけど、まあテーマ、コンサルで教えてることで、まあ一人ね、ちょっと面白い人がいて、まあ、まあ、ちょっと、まあ、ね、もう、もう結論から言いますけれども、ね、大金を払ってね、僕に大金を払ってコンサルを受けてるある一人、最初何習ったと思います僕から。大金をね、大金ですよ。大金を入金して、 僕にコンサル最初何習ったと思います <laughs> あの、その方はですね、パソコン初心者です。最近パソコンあのやり始めたっていうね、ほんとパソコン初心者です。で、僕がヒアリングした結果、えー、っと、ブラインドタッチ5分、1日5分やってくださいみたいな。ブラインドタッチをマスターできるように、キーボードのソフト、まあ、まずこれ変えと。 トクダっていうソフトを僕もそれで覚えたんで、トクダ2000円ぐらいだからそれぐらい買えるでしょうと。それで毎日5分タイピング練習しろと言いました。で、1日5分毎日やってます。で、だいぶね、あの、できるようになってきたらしいんですけど、どうすかね、大金払ってブラインドタッチっすよ。で、これをね、ポカーンで聞く人がほとんどだと思うんですけど、はっきり言ってパソコンでか、ネットで稼ぎたいんじゃないですか。 これからネットで稼ぐぞっていうやつが、ネットでこれから稼ぐぞっていうやつが、ブラインドタッチもできないってどういうことって話で、それはないでしょっていう。話で <laughs>、まあ僕はじゃあまあ基礎の基礎の基礎の基礎で当たり前のことっていう。例えば、何やろな、あのー、会、う、えーんと就、就職活動で、うーん、 服装がわかり、ネクタイの締め方がわかりませんって、それ、ちょっともう、基本じゃないですか、多分。まあ、今、今はちょっと時代変わってるんでわかんないですよ。でも、就活は、リクルートスーツっていうのが、ま、あお決まりじゃないですか。ネクタイピシン、みたいな。それ、ネクタイの締め方わかりません、みたいな。<laughs> ね、<laughs> こんなバーンでね、面接行ってね、受かりますまあ、今わかんないです今、ラフになってるかもわかんないですけど、スーツじゃなくてもいいよ、みたいな、あるかもしれないですけど、ま、あ僕世代ですね、すいません。 なんか、ネクタイもしつらに、バーンみたいな。まあ、逆に面白くて採用されるかもわかんないんですけど。結構きついですよね。なんか、その、面接でどう受かるかっていうね、遠くとかね、自己紹介方法とかね。いや、その前に、ネクタイちょっと自分で締めれるようになろうぜ、みたいなね。だけどみんなね、ネクタイも締められないのに、どうやったら面接で受かるかを知りたいんですよね。これネットビジネスあるあるなんですけど、 ね、ネクタイの締め方もわかんないのに、面接でどう受かるか知りたいんですよ。いやいや、基本でしょ、ね。で、この基本がね、みんなね、あの、あんま興味ないんですよね。<laughs> なんか <laughs>。てか、久保さんと僕、基本しかやってないんですけど <laughs>、基本で稼げますからね。徹底的に基本やり込むっていう。で基本が一番大事ですから。うん。だけど、 その1億とか、ね、2億とか、月間1億2億とか、月間で1000万、2000万、3000万とか上げていくんだったら、それはテクニカル必要です。ただし、まあ申し訳ないですけど、100万とかだったら、基本を徹底的にやって100万を稼ぎます。これ言い切ります。本当にネットビジネスの基本ですよ。まあ、そのマーケティングの基本。まあ、吉田さん、ブラインドタッチができるようになったから、稼げるんですかじゃなくて、それは基本中の基本中の基本なんで、<laughs> その、情報発信するとかね。 え ?YouTube で発信するとか、商品作るとか、セールスするとか。か基本じゃないですか、売り上,上げ上げる。<laughs> お客さんとの信頼関係を構築する。基本ですよね、ビジネスね。だからそれを徹底的にやって、月収100万は作れます。あとは商品いくらの作りますかって話なんで、20万の商品作って5人に売ったら100万だし、50万の商品2人に売ったらもう100万だし、100万の商品1つ作って1人に売ったらもう100万だしって話なんですよ。だからその商品をね、 100万稼ぎたいんだったら最低でもね。最低100万稼ぎたいんだったら最低でも100万の商品作れるようになろうぜ、みたいな話じゃないですか。ね。<laughs> まあその人それぞれ基本はちょっと違う部分あるかもしれないですけど。まあ、久保さんもね、そっか塾19万8000円でしたっけだ ?20 万。まあ20万行きましょう。20万で5人売ったらもう100万なんで。久保さんも20万作りましたから、一番最初19万8000円で。そこはちょっと基本ですよね、久保さんね。そこはちょっと頑張ってほしいですよね。 うん、はい、ということで、いってらっしゃい。